知られんものばかりを求め続けてただけなのか。本当に自分の欲しいものは何なんだ。どう見られるかにこだわっていた。過去にはもう飽き飽きだ。くだらない万人受けなんてどうだ。虚しすぎれば見えない理想に近づけていくのさ。自分にだけは偽りたくない。手垢のついたものになんて惹かれやしない。嘘にまみれた世間なんて言いた。崩されそうになる自分になんかどうにかそうになるけど、頑張れと差し伸べられた手温かいと初めて知った。人の優しさを出すためにしゃがむんだ。それは無駄なんかじゃないんだ。どうせ下手くそなら下手くそらしく生きようぜ。近づくほどにくすんで見えるのはなぜか。どうやら上を目指す生き物らしい。自分の大切なものを今も求めて